こんにちは、ご視聴ありがとうございます。今回は韓国ドラマ王と私の第21話から第30話までのあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。韓国ドラマ王と私第21話のあらすじは以下の通りです。第21話は歴史ドラマファンにとって圧巻の展開が繰り広げられる重要なエピソードです。物語が進行する中で複雑に絡み合う陰謀と人間ドラマが一層深まっていきます。この話の幕開けはソファが男巫女を出産する場面から始まります。しかし喜びのひとときもつかの間、王子の呪詛を意味する人形が発見され、事態は一気に緊迫感を帯びます。ソファの出産を祝福する余韻に浸る暇もなく、ドラマは新たな展開を迎えます。ここで注目すべきは野根氏の養子となり監察庁に任命されたハンスの動きです。彼がインステビの元へ赴き、王子の呪詛がソファの策略によるものであると告げる場面はドラマの中でも非常に重要な局面です。ハンスの告発はソファと王室の関係に新たな波乱を巻き起こすこと間違いありません。さらに物語は三段軍の交渉シーンに移ります。彼がチョンヒテワンテビに対しておむすびを中宮に任命することを条件にウォンサン制を廃止するという提案を持ちかけます。この交渉は王朝内での権力バランスに大きな変化をもたらす可能性があり、視聴者は次回の展開に胸を躍らせることでしょう。このエピソードではドラマの緻密なプロットと登場人物たちの複雑な感情が巧みに書かれています。ソファの策略、ハンスの告発、三段軍の交渉といった要素が絡み合い、王朝内の権力闘争が一層深まる様子が興味深いです。歴史ドラマファンにとってこのエピソードはまさに必見の内容であり、次回の展開を待ち遠しく感じさせること間違いありません。韓国ドラマ王と私第22話のあらすじは以下の通りです。第22話はさらに深まるドラマの核心をついたエピソードであり、歴史ドラマファンにとって見逃せない内容です。物語がクライマックスへと向かう中で登場人物たちの運命が複雑に絡み合い、緊張感が増しています。このエピソードのスタートはソファが想像を絶する試練に直面するシーンから始まります。王子をあらぬ疑いで奪われ、さらには宮殿から追い出されそうになるという厳しい状況に置かれています。ソファの立場は急激に危うくなり、彼女の孤立無援の状態がドラマに一層の緊張感をもたらしています。一方でチョソンは仲間のネシと共にソファを追い詰めた噂の首謀者を突き止める決意を固めます。彼の行動は単なる個人の復讐ではなく、王朝の安定と真実の解明に向けた重要なステップです。この捜査劇がどのような結末を迎えるのか非常に気になるところです。またソファを気遣うお三軍の優しさも書かれています。彼女がチギョムに託したのは亡き中宮の指輪。この指輪を使ってインステビの誤解を解こうとするお三軍の行動は王室内の複雑な人間関係を示す重要な要素です。指輪がどのように物語に影響を与えるのか興味がつきません。チギョムが指輪を受け取った後どのような展開が待っているのか、ドラマのストーリーがさらに深まる予感がします。彼の行動がソファの運命にどのように作用するのか、そしてチョソンとネシの捜査結果がどのように物語に反映されるのか、次回の展開が非常に楽しみです。王と私は歴史的な背景に基づきながらも登場人物たちの人間ドラマを深く掘り下げることで視聴者を引き込む力を持っています。このエピソードも例外ではなく、ドラマの緊迫感と感情の葛藤が絶妙に描かれており、一層の興奮と期待を呼び起こす内容となっています。韓国ドラマ王と私第23話のあらすじは以下の通りです。第23話は物語がますます加速し、歴史ドラマファンの心をつかんで離さない展開が繰り広げられます。登場人物たちの策略と感情の交錯がドラマの緊張感を一層高めています。
このエピソードでは、ノ・サンソンとハンスがソファを中宮候補から排除するために壮大な陰謀を巡らせます。彼らはソファの兄を陥れ、収賄の罪で投獄させるという手段に出ます。この策略によってソファの中宮即位が危ぶまれる中、ソン・ジョン王はテワンテビとインステビからの反対にもかかわらず、御前会議でソファを中宮にすると決断します。この瞬間、王朝の未来が大きく変わる予感がします。特に印象的なのは、ソン・ジョン王が自身の意思を貫く場面です。多くの圧力がかかる中で彼がソファを中宮に選ぶ決断を下すシーンは、王としての強い意志を感じさせます。王の決断が正式に告げられた瞬間、ドラマの緊張感と期待感が一気に高まります。一方で、インステビはソン・ジョン王の決断に対して心の中で葛藤を抱えています。彼女は王に対する不信感から王を避けるようになりますが、息子の心からの説得によって心が動かされるシーンは、親子の絆とドラマの深みを感じさせます。インステビの心の変化は、物語の中での感情的なクライマックスの一つです。このエピソードでは、陰謀、忠誠、家族の絆といった要素が巧妙に絡み合い、歴史ドラマの魅力が最大限に引き出されています。ノ・サンソンとハンスの策略、ソン・ジョン王の決断、インステビの内なる葛藤が交錯する様子は、まさに歴史ドラマの真骨頂と言えるでしょう。韓国ドラマ王と私第24話のあらすじは以下の通りです。第24話は、ドラマのクライマックスが一層加速し、歴史ドラマファンを魅了する展開が繰り広げられます。このエピソードでは、王朝の内外で繰り広げられる陰謀と権力闘争が、物語の緊迫感を最大限に引き上げています。物語の始まりは、中宮となったソファの祝賀の席からです。彼女が祝宴の食事に毒を盛られ、倒れるシーンは衝撃的です。ソファの命を狙う暗殺計画がついに実行に移され、王朝の安定が揺らぐ瞬間が書かれます。ここでのドラマの緊張感は一層増し、次の展開が気になるところです。チョソンの訴えにより、毒の仕業がハンスによるものであることが明らかになります。これに対して、チギョムはノ・サンソンの元に駆けつけ、ネシフの安泰を解こうとしますが、ノ・サンソンには通じません。この場面では、チギョムの誠実さと、ノ・サンソンの冷酷な策略が対比され、ドラマの緊張感が一層高まります。また、インステビは息子の神聖を心配しつつも、ノ・サンソンらの暗躍に翻弄されています。彼女の思いとは裏腹に、ノ・サンソンらの策略が進行し、チギョムがネシフ朝の座からどけられる危機が迫ります。インステビの複雑な感情と彼女が抱えるジレンマがドラマの深みを増しており、視点の違いによる緊張感が伝わります。このエピソードでは、ソファの毒殺未遂という衝撃の事件を起点に、登場人物たちの陰謀と感情が激しくぶつかり合います。ノ・サンソンの冷徹な策略、チギョムの誠実な努力、インステビの葛藤が見事に描かれており、ドラマの緊迫感と興奮を引き立てています。王と私の第24話は、歴史ドラマの魅力が最大限に発揮されるエピソードです。登場人物たちの運命が交錯し、物語の先行きがますます気になる展開となっており、このドラマの一層の魅力を感じさせる内容となっています。韓国ドラマ王と私第25話のあらすじは以下の通りです。第25話は、緊迫感とスリリングな展開が満載で、歴史ドラマファンの心をつかんで離しません。このエピソードでは、王朝内部での権力闘争がますます激化し、登場人物たちの運命が一層複雑に絡み合います。物語の中心となるのは、ノ・サンソンの巧妙な策謀です。彼の策略により、チギョムがネシフ朝の座から罷免される危機に直面します。罷免自体は不当とされ、一時的に収束を見せますが、ノ・サンソンはその後も執拗に攻撃の手を緩めません。彼はネシフの観察部を使い、戦王毒殺の再調査を指示し、チギョムをさらに追い込もうとします。この一連の動きは、ノ・サンソンの陰謀がいかに深く、計画的であるかを物語っており、ドラマの緊張感が一層増しています。
さらにハンスも陰謀の一端を担い、各部の長を味方につけてチギョムの屋敷の捜索にまで手を伸ばします。この行動はチギョムの信頼性を根本から揺るがせるものであり、彼の立場をますます危うくします。ハンスの狡猾さと彼が駆使する策略がドラマの中でどのように作用するのか非常に見どころです。一方でおむすびの動きも注目です。彼女がソンジョン王に対してチギョムが先王を毒殺したという噂を流す場面は物語に新たな波乱を巻き起こします。おむすびの意図がどこにあるのか、そして彼女がこの話をソンジョン王に持ちかけることで大浅内の権力構図がどのように変わるのかが気になります。このエピソードではノ・サンソン、ハンス、おむすびの策略が巧妙に絡み合い、ドラマのスリリングな展開を引き立てています。登場人物たちの陰謀と策略、そして彼らの信頼と裏切りが交錯する中で、物語がどう進展するのかが大いに注目されます。王と私の第25話は歴史ドラマの魅力を余すところなく体現するエピソードです。複雑に絡み合う人間ドラマと権力闘争の中で次に何が起こるのか、ますます目が離せません。韓国ドラマ王と私第26話のあらすじは以下の通りです。第26話は権力闘争が一層激化し、歴史ドラマファンの心をわしづかみにする展開が繰り広げられます。このエピソードではネシフ内の改革をめぐる激しい戦いと、その中で繰り広げられる人物たちの奮闘が書かれています。物語はチギョムの意気込みから始まります。彼はソンジョン王の疑いを晴らすためネシフの改革を掲げます。チギョムの改革案は王朝の腐敗した内部を一掃し、正義を取り戻すための重要なステップですが、上級内官たちはハンスの誘引によりネシフ朝の罷免に賛同しています。この状況はチギョムが直面する困難の大きさを物語っており、彼がどのようにこれを打破していくのか非常に見どころです。また常よりネシフに蔓延する悪習に対して強い嫌悪感を抱いていたチョソンは、下級内官やソファンを集めて改革を進めようとします。チョソンのこの行動はネシフ内の変革を望む彼の強い意志を表しています。彼がどのように内部改革を進め腐敗を排除しようとするのかが、このエピソードの大きな見どころです。一方、護衛ネシのグムピョもチギョムのために動きますが、逆にハンスに投獄されてしまいます。グムピョの投獄はハンスの権力の象徴とも言える場面であり、彼がどれだけ権力を握っているのかが如実に示されています。グムピョの運命がどうなるのか、そしてチギョムと彼の支持者たちがどのようにこの困難に立ち向かうのかが注目されます。さらにチギョムから内官らの不正の記録を託されたチョソンは、その記録をどう活用するかが焦点となります。チョソンがこの証拠を使ってどのように不正を暴き改革を進めるのか、その行動に注目です。王と私の第26話はネシフの改革をめぐる戦いと、それに絡む陰謀や葛藤が巧妙に書かれています。チギョム、チョソン、グムピョといったキャラクターたちの奮闘が物語に深みを加え、次の展開がますます気になる内容となっています。歴史ドラマの真髄を感じさせるこのエピソードを見逃す手はありません。韓国ドラマ王と私第27話のあらすじは以下の通りです。第27話はネシフの改革をめぐる緊迫した状況が書かれ、歴史ドラマファンにとっては見逃せない展開が繰り広げられます。このエピソードではチョソンとチギョムが直面する困難と権力をめぐる壮絶な戦いが心を奪います。物語はネシフの改革を掲げるチョソンたちの奮闘から始まります。チョソンは不正を働く上級内官らに退陣を求めるものの、彼らはこれに対して武力で応じるという強硬手段に出ます。この状況はチョソンの意志と改革の決意がいかに強いものであるかを示しており、ネシフ内での権力闘争が一層激化していることが伝わってきます。特に注目すべきは、チョソンが怪我を負いながらも上級内官らに争いのない解決を求める場面です。
彼のこの姿勢は改革への真摯な思いと暴力ではなく平和的な解決を望む姿勢を示していますが、現実は厳しく、ハンスはグムピョの不在を理由に護衛府を自らの指揮下に置き、さらなる武力掌握を進めます。この展開はハンスの権力欲と冷酷さを際立たせ、ドラマの緊張感を高めます。そしてついに元老会議が開かれ、ネシフ朝であるチギョムの罷免が議決されるという重大な決定が下されます。チギョムの罷免は彼の改革の行く先を大きく左右する重要な出来事であり、彼の運命がどうなるのかが非常に気になるポイントです。元老会議でのこの決定は物語の新たな局面を迎える前触れであり、今後の展開に大きな影響を与えることでしょう。王と私の第27話はネシフ改革をめぐる緊張感あふれる展開が続き、登場人物たちの複雑な思惑と行動が交錯します。チョソンの勇敢な行動やハンスの権力欲、そしてチギョムの運命が交錯する中で、ドラマの核心に迫る瞬間が展開されるこのエピソードを見逃す手はありません。歴史ドラマの醍醐味を堪能できる非常に充実した内容となっています。韓国ドラマ王と私第28話のあらすじは以下の通りです。第28話は物語のクライマックスへ向けた重要な局面を迎え、歴史ドラマファンの心をつかんで離しません。このエピソードでは権力闘争がさらに激化し、チョソンとハンスの対決が一層ドラマティックに展開します。物語の中盤、チョソンたちが元老会議に割り入るという大胆な行動に出る場面が書かれます。この行動に対しノ・サンソンは激怒しますが、ハンスは逆にチョソンたちとの話し合いの場を設けるという意外な対応を見せます。この対話の場は改革を望むチョソンたちと権力を維持しようとするハンスとの緊迫した交渉の場となります。チョソンが提案する内容も非常に重要です。彼は各部の長が退陣しないならば、不正に貯めた財を返還しネシフ朝の潔白を証明するよう求めます。この要求は改革を進めるための重要な条件であり、チョソンの毅然とした態度が際立つ瞬間です。ハンスが検討すると答えることでチョソンたちは勝利を予感しますが、この希望の陰にはハンスの巧妙な策略が隠れているのです。実はハンスは表向きの対応とは裏腹に下級内官らに寝返るよう働きかけを行っています。この裏の動きがチョソンたちにとってどれだけの障害となるのかが次の展開の鍵を握ります。ハンスの策略がどのように物語に影響を及ぼすのか、またチョソンたちがどのようにこの難局を乗り越えるのかが視聴者の興味を引き続き引きつけることでしょう。王と私の第28話は権力と誠実さ、そして裏切りが交錯するドラマティックな展開が魅力です。チョソンとハンス、そしてノ・サンソンとの複雑な関係がさらに深まる中で、物語はますます熱を帯びてきます。このエピソードを通じて歴史ドラマならではの緊張感と興奮を存分に楽しむことができるでしょう。次回の展開がますます待ち遠しくなる見逃せない回となっています。韓国ドラマ王と私第29話のあらすじは以下の通りです。第29話はネシフの改革に向けた重要な転換点を迎え、歴史ドラマファンの心を揺さぶる感動的な展開が繰り広げられます。このエピソードではチョソンたちの勇敢な行動とそれによって変わるネシフの運命が書かれます。物語は亡くなったソファンの厩舎を引いてネシフに入るチョソンたちのシーンから始まります。この象徴的な行動はチョソンたちがネシフに対する強い決意を持っていることを示しており、ネシフを事実上占拠するという大胆な一手を打ちます。このシーンはドラマの緊張感と期待感を一層高めるものです。チョソンたちがネシフに乗り込むと、上級内官たちは次々と捕らえられ、彼らの不正が暴かれていきます。チョソンの冷静な対応と確固たる信念が改革を進めるための大きな力となっていることがわかります。ネシフの支配を握ることでチョソンたちはその権力を利用し、腐敗した体制を一掃するために全力を尽くします。
進退極まった各部の長たちはついに智魚夢に事態の収拾を願い出て以後智魚夢に従うことを誓います。この場面は智魚夢の決断力とリーダーシップが認められた瞬間であり、彼の根子府改革への道が開かれる重要な出来事です。諸村はついに根子府の改革に成功し安堵の息をつきます。長い間続いた腐敗と権力闘争を乗り越え、ついに改革を成し遂げた彼の姿は多くの人々に感動を与えます。この成功は諸村の努力と不屈の精神が実を結んだ証であり、根子府の新たな未来が切り開かれる瞬間でもあります。王と私の第29話は歴史的な改革の達成とそれに伴うドラマティックな展開が見どころです。諸村たちの勇気と努力が報われる瞬間を歴史ドラマファンとして心から楽しむことができるこのエピソードはドラマのクライマックスへ向けた重要なステップを書いています。次回の展開に対する期待が高まる非常に充実した内容となっています。韓国ドラマ王と私第30話のあらすじは以下の通りです。第30話は歴史ドラマファンにとって記憶に残る衝撃的な展開を迎えます。物語の核心である戦王毒殺の真犯人が記された書が孫正王に渡されるも、その書が燃やされ不問に付されるという決定に至るまでのドラマが書かれます。このエピソードは権力と責任、そして人間ドラマの複雑さを鮮やかに映し出しています。孫正王が戦王毒殺の真犯人を示す書を燃やす決断を下した背景には朝廷と根子府との間の激しい対立が影を落としています。書の内容を項にすることでさらに複雑化する政局を避けるための苦渋の選択だったのでしょう。孫正王のこの行動は彼がどれだけ政局の安定を重視しているかを物語っていますが、一方でこの決断がもたらす波紋は計り知れません。根子府が一時の落ち着きを取り戻したように見えたものの、朝廷は根子府の騒動の責任を智魚夢と諸村に押し付けようとします。これにより政局の緊張が再び高まり、孫正王と朝廷との溝が深まっていく様子が書かれます。智魚夢の自ら根子府長の職を退く決断と諸村の流刑という処置は彼らの苦悩と忠誠心を物語っています。智魚夢と諸村の選択は彼らの名誉を守りながらも政局の安定を図るための辛い決断であったことでしょう。そして時は流れ3年が経過します。この時の流れを示すことで登場人物たちの変遷とそれに伴う歴史の変動が強調されます。智魚夢と諸村がいかにしてそれぞれの運命を受け入れ新たな局面に向かっていくのかが次回の展開への期待感を高めます。第30話は歴史的な決断と個々のキャラクターの運命が交錯するドラマティックな回であり、多くの感情が渦巻く展開が続きます。このエピソードを通じて根子府と朝廷の緊張、そして個人の選択が歴史にどのように影響を与えるのか、その深いドラマに引き込まれることでしょう。次回の展開に向けて物語の行く先に目が離せません。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。